商品レビュー専門の J です。皆さん、コーヒーって自分で入れたことあります？それレギュラーコーヒー美味しいって言われてるから自分で入れてみた。でも手間がかかる割にあまり美味しくないな、感動ないな、喫茶店とは違うな。それ買うものを忘れてるんですよね。え、ちゃんと買ってるよ。コーヒーフィルター買った、あとはペーパードリップ用の器具も買った。それだけでいいだろ。じゃあどのようにお湯を注いでる？あ、ポットからそのまま出してるよ。電気ポットとか押すだけポットからこう出したものをドボドボ注いでる。適当なやかんで注いでる。それが問題なんですよ。まあ、どういうことか。勢いよくお湯を入れるとコーヒー豆ふわっと出ないですね。水がフィルターの下回り飛び込んでそのまま落ちる。だからコーヒー豆ドボドボ横を通ってるだけなんですよね。理想はコーヒー豆の上にお湯をゆっくり注ぐ。そして小雨が土を染み込んで地下水になる。そんなようにコーヒーもゆっくりと下まで行きたい、行かせたい。じゃあどのようにするのか。専用のケトルがあります、夜間があります。それ今回 E プランス JP 様から提供を受けました。このケトル、これコーヒー用ですね。あの喫茶店で見ません？これで入れてますよね。あ、これただのおしゃれだろ。違いますよ。お湯がゆっくりと注げるような工夫があります。まずはこの注ぎ口、下から出てますね。こう傾けます。そうすると水面に近い高さでこっから出ます。普通の夜間、注ぎ口と中の水面の差があるんですよね。差があるということは出てくる時のエネルギーが強いです。だから注いだ時コーヒー豆を崩してしまいます。これでしたら優しくコーヒー豆の上に乗せる。だからじっくりコーヒーが出せますよ。まあ、ただこれだと、あとこの形だとコンロで沸かすの、まあそういう使い方もできますけど、電気ポットで沸かしたものをここに移し替えればいいですね。これに移し替えてコーヒーを入れる。あ、どうしてコーヒーまずかったのかな。美味しいんだけど、まあ、なんか感動ない、そう思ってた人、ぜひコーヒーを入れるためのケトル手に入れてみてください。ちょっと喫茶店気分で嬉しいですよね。 E プランス JP の提供、今日も商品レビュー専門の動画見てくれてありがとうございました。